二本の剣の YouTube チャンネルです。今日の回はですね、フェイラーを特集したいと思います。ドイツのファブリックブランドフェイラーですね。まずフェイラーですが、ちょっと最近メディアでも結構取り上げられることが多くなってきて、ご存知の方も多いと思います。ドイツで作られているファブリックメーカーで、メインはタオル、ハンカチですね。こういったハンカチを、メインで作られているブランドです。では一つずつちょっと丁寧に今日もご紹介していきたいと思います。この辺の柄はね、一度はどこかでご覧になられたことがある柄だと思うんですけれども、本当にロングセラーで、お花柄がね、やっぱりフェイラーっていうのは、フェイラーって聞くとちょっとお花柄っていうイメージがあります、ね、はい、ありますよね。でも可愛いですね。これはビエンナという柄なんですけど、一番大きいかな。ちょっと特徴的なのが、よく見ると、ここに金糸といって、ゴールのラメ入ってますね。そうなんですよ、入ってるので、この柄は他のこの30センチのものよりも少しお値段が、はい、高いものになってます。結構ね、この柄のハンドバッグとかね、持ってる。見かけますね。はい、見かけますよね。なんか結構典型的な感じの。そうですね。かわいいですね。かわいいですね。私これ結構好き。これは本当にロングセラーの昔からある柄です。昔からで、色も他にも何色かあるので、色違いで持ってる人とかもね、いらっしゃいますよね。もう一つじゃあビオラ行ってみますかね。はい、こちらがビオラ。三色すみれですよね。かわいいな。優しい柄ですね。ちょっとね、縁がテラコッタでね、柔らかい感じの。あ、そっか、グリーンもあるんですね。そうですね、縁が他にも色あるんですけど、今日お持ちしてるのはこのグリーンとテラコッタの2種類です。確かに立ち位置、裁断の位置で結構そうですね、柄の感じが出る感じがね、少しね。そうですね、ちょっと変わってきますね。それもでもね、なんかそうですね、味ですね。そうですね、同じものはね、ないようなですね。で、あと黒いのアネモネという、これもね、よく見かけます。はい、ご覧になられる方多いので、結構ポーチとかね、バッグとか持ってる方多いと思います。フェイラーっていうと、こういう黒地にこういう色のイメージが、ちょっと、ね、端にこう、パイピングのような感じでこう入ってるデザイン結構ありますよね。可愛いですね。あとはこれも結構はず華やかで鮮やかですね。これもアネモネかな。花的にもそんな感じですかね。ポピーに似てる。結構大柄で、またこう広げてる時と折って実際に使う時で印象変わるので、そうですよね。なんか折るとなんかさらに可愛いっていうかね。これが大判の30センチのものですね。じゃあ25センチの方ちょっとお見せしてみましょうかね。こういう柔らかい柄もまたいいですね。そうですね、こういったちょっと黒地で、こうカラフルな色合いでパキッとした感じもあれば、こういったちょっとね、パステル調の柔らかい雰囲気の色使いのものがありますので、本当にお好みでいろいろと選べると思います。なんか私もフェイラーっていうとこういう黒でこういうイメージがすごくあったんですけど、入社してからやっぱり明るい色可愛いなって、いろんな柄があるんだ、なんかすごい素敵だなと思いましたね。集め出しました。と鳥系ですね。鳥も結構人気なんです。そうですね、はい、カワセミの家族。そうですね、カワセミが何匹かおしゃべりしてるような絵 で結構カラフルなので可愛いですね。このステッチも4色ありますね。こっちは四重から、桜と四重からかな、ね、すごく人気な、人気ありますよね、これよく売れてますね。あとはポーチ、実はハンカチタオルだけじゃなくてポーチも売ります。可愛いですね、このぐらいのサイズって意外と、ね、使いやすいサイズですよね。大きさはフェイラー生地で作られているポーチですね。なんかもうちょっと開けてみまし
中はちゃんとこういう内側はねこんな感じで布が貼ってある。あとこのファスナーのつまみのところ、うん、ケーラーのロゴの蝶々がね、ちょっと可愛いですね。ブルーとかも結構可愛いですね。と赤ちゃん用のスタイなんですが、これはフェイラーの生地がシュニール織りっていう織り方なんですが、それはここしか使われてなくてパイルになってますね。この柄も結構人気の柄ですね。パウリ可愛いですけど、でもね、色が何色かあるんですか。要はピンクとイエローですけど、ブルーもありますので、男の子女の子両方ね、はい、ご出産のお祝いとかに、ね、使っていただけますよね。先ほどちょっとこう出ましたけども、独特なこの織り方、これがシュニール織りという、うん、織物なんですけれども、シュニールというのがフランス語で蚕や芋虫、いわゆるこうちょっとポコポコした感じの虫のことを言うそうなんですが、この素材自体がこういう本当にちょっとポコポコした感じの、はい、織になってますね。の独特な織物とシュニールと言います。厚みがある。そうですよね、ちょっと厚みもありますので、すごく肌触りもいいですし、吸湿性も優れていて、割と乾きも早いので、本当にこれからの季節すごく活躍してくれる素材のタオルになりますね。私もなんか最初フェイラー自分で買った時に、そんないいのかなと騙されたような感じ、半分騙されたと思って買ったんですけど、なんか周りのスタッフも吸水性がすごい良くて、普通のタオルだと、まあ、数回手を拭くとベチャベチャになるところがフィーラーならないよって、なんかかけとけば、フックでかけとけば、その穴がかけとけばオフィスのところにね、すぐ乾くよ。そうなんですよって思って買ったら本当にベチャベチャならなくて、私は多分だけど、そのシュニール織っていうポコポコっていうのが表面積が多いから、おそらく乾きやすいのかなと思って。そうですね、結構厚いのでね、パイル織りのこの輪っかになってるパイルとはまた違う織り方ですね。そうですね、この織り方とはまた違う、うん、いわゆる一般的なタオルのこういう生地とは違う織り方なんですけど、うんね、独特ですよ ね、 そうですね。私これ初めてフェイラーで見ましたもん、この織り方。本当にこう肌当たりが柔らかいので、うんうんうん、あの赤ちゃんのすごくおすすめですよね。赤ちゃんのニギ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 って言ってね、あれもこの間新商品で入ってきたので結構可愛かったですね。そうですね、ちょっとこうですね、やっぱりドイツという国柄もあって、うん、非常に原材料にもこだわってらっしゃるということで、厳選された、コットンですね、コットン 100% の素材を使っているということなんですけれども、そうですね、なんか国際的な安全基準っていうのがで、それのエコテックススタンダード100っていうのを認証を受けたコットンしか使わないと、それぐらいその環境に優しい。そうですね、つまりドイツならではっていうことですね。すごくやっぱりおすすめできる素材ですね、素材までこだわるってなかなかあまりタオルメーカーでないなと思って、そのエコテックススタンダード100っていうのがなんか350を超える有害化学物質が対象となる厳しい分析試験にクリアした製品だけに与えられる世界最高基準の安全な繊維製品の証って、ちょっと長かったですけど、そういうなんかまあ認定の証ってことですね。そういうのはなんか赤ちゃんとかにもいいですね。そうですね、安心して使えますよね。やっぱりこう使う人が安心してこうお肌に触れるものっていうのをすごく大切にしているっていう風にブランドのコンセプトであるみたいです。最近ではね、日本限定でいろんな柄をいろいろと、まあ、コラボレーションしたりして作ったりされてるそうで、ちょっとこういったポップな柄なんかもね出てきました。今までのこういった花柄の商品とは違って、アメコミみたいな感じとか、若い世代に向けて、そうですよね、発信されてるようなので、結構いろんな柄があって楽しいですよね。
もう本当これおすすめです。私もね、なんかまだフェイラー歴浅いですけど、社内にはもうフェイラーといえばっていう大御所みたいなのを人物盛りまして、本当に皆さん使ってる方が、私の周りにもすごく多いので、使ってない方がいらっしゃるんですけど、ぜひ一度騙されたと思って使ってみてくださいっていうぐらいおすすめ、おすすめですよね、はい、の耐久性もあるし、もちろん普通の、ね、一般的なハンカチに比べたらお値段ね、しますけど、でもそれにもう見合う価値があると、価値もあります。今ほらコロナでよく手を洗う機会が多いので、ハンカチすぐびしょびしょになっちゃう、気持ち悪いですもんね、はあ、なるほど、ぜひカバンの中に、そうですね、入れておいていただきたい、ぜひフェイラー沼へ本当フェイラー沼に私はもう片足突っ込んでしまうでも本当にたくさんの柄がね、ありますので、お気に入りの一枚を見つける楽しみっていうのもあると思うので、うんうん、本当にそうですね、ぜひぜひご覧ください、ご覧になってみてください、はい。